次の試合もありますよ。ユーツダンサー VS 両布線カルマ、出てきてください。まずはじゃんけんをしていただきます。はい、変わってください。先行がアンサーでいいですね。yeah, yeah, play, play. ではビートきましょう。 DJ ティーグ聞かせてください。どこまで行っても言ってるんだろう。しかとしとけうつせ感想。ウィロドウィロドよはアルコール。ありがとうございます。こちらでいきましょう。八の三番先行ユーツダンサー高校両線カルマ、レディーファイ。ユーツザアンサーが戦国に来た。いつも絶やさず磨くぜ牙。どこに行ったってレペゼン来た。北海道がヤバいって分からせに来た。えい、北海道3人もう速攻負けてるって状況。まあいいや、リトルが聞いたくじ。相手は緑春馬、みんなが言う貧乏くじ。俺にとっては感謝ヒップホップに。北海道がヤバいかどうか、お前が泥塗ってるだけだな。俺たちずっと昔からブルーハーブで北海道ヤバいって知ってんだな。ところがその後に続くやつがどいつも骨抜きのヘタレバカでよ。北海道クソ出せんじゃねえのって勘違いしちゃいそうになってんぜこっちとら。はい、両夫のカルマ何も分かってないの。お前が言ったブルーハーブ分かってますよ。ブルーハーブ ONO トラックメーカーと俺はアルバムを出してますよ。届いてないか俺の弱さか。だけども北海道根深く来ちゃってる。しっかり北海道に根を張った上で東京に住んでる俺。ONO と出したアルバム俺の耳まで届いてないけど、だとしたら ONO も鈍ったんじゃねえのか。そりゃ残念だな。北海道の上に名古屋からクソぶっかける。これトコナイクスがやってたこと。俺ケツ追いかけるわけじゃねえけど、歴史は繰り返すってことよ。いや、その上で俺が思ったことを一言言わせてもらうぜ。呂布カルマ YouTube 俺も画面越しで見てますわ。裏で喋ったことはありますね。だけどどんなバトルをするか俺も想像ついてたが、結局このラップをするだけなら会場に来なくてよくねえか。画面で見んのと一緒だなんつってな。呂布カルマお前エコー思ったよりもありきたりすぎだな。 YouTube で見てんのはこいつの方でしょ。俺は見てねえけどお前 YouTube でおしゃべり。俺が YouTube でじゃねえよ、画面でラップしてんの。天才されてるだけだろ。天才だから仕方ねえ、目が離せねえ、おはべりする必要もねえ。お前そっち側に回ってんのかよ。4本目はねえんだぞ、分かってんのかこの野郎。終了です。そういう作戦。さあ判定聞きたいと思います。先行ユーツダンサー OK です。後攻両布線カルマ、勝者両布線カルマです。両者に拍手を。さあアンサーコメントあればいただきたい。悲しいです。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。